日本放送協会 NHK のアナウンサー一覧 NHK のアナウンサー一覧では日本放送協会に所属するアナウンサーの一覧を示すとともに単独記事にならないアナウンサーについても詳細に説明する NHK には全国の放送局に約500名のアナウンサーが所属しておりアナウンス業務のほか番組の取材や企画番組制作なども行う 入局したアナウンサーは、東京での研修を経て、各地の放送局へ配属される。その後、2年から5年経過すると、最初の転勤を経験することになる。各放送局に配属される、アナウンサーのほか、NHK ラジオセンター所属、外郭団体である NHK 放送研修センター、日本語センター及び、NHK グローバルメディアサービスに出向している、アナウンサーもいる。 ラジオセンター所属者は原則ラジオのみの担当であり、テレビでは一部のものがナレーションに関わっているのみ。日本語センター出向者は、本来の業務であるアナウンス教室、話し方教室の講師のほか、NHK 放送センター配属に準じて、全国放送の番組を担当する。また G メディア出向者は、同社が制作するスポーツ中継の実況を中心に、 担当するまた、日本語センターには、第一線を退りいた専属アナウンサーがおり、アナウンス講座の講師や、東京アナウンス室の業務補完などに従事している。地方の場合、その地方の管轄局は、管理職を含めて10から20人、その他の地方局は5から7人のアナウンサーが、所属している。ただし関東、東海、近畿など拠点局と、 エリアが重なる放送局は局の規模が少ないため、アナウンサーは2から4人程度であり、室蘭、帯広、北見、函館、朝旭川のように、正職員アナウンサーが1人しかいないつぼねも存在する。そのため、小規模局へ拠点局のアナが、定時ニュースなどの応援で、出向担当することがある。NHK アナウンサーの転勤は、管理職は6月。 一般職は7月終わりから8月初めに行われ、全国規模で移動が行われる。一般職は、スポーツの実況のアナウンサーが移動の場合、オリンピックの時期は9月初めになる場合あり。また、番組改編に伴う、いわゆる、キャスター人事というものもあり、これに関しては、各放送局にもよるが、2月から3月にかけて、移動が行われることが多い。 キャスター人事については、新年度の番組開始に備えるため年度頭ではなく、基本的に、新年度全国放送キャスター発表に合わせ発令、内示される。報道部業務課報道部、業務局報道部国地課業務局報道部、業務局報道部国地課業務局業務部、国内局業務局業務部、国内局報道部放送員室。 放送総部報道部放送演室編成局演出部アナウンスからジオ局アナウンス部編成局アナウンス部放送総局総務室放送業務局アナウンス部放送業務局アナウンス室放送総局アナウンス室編成局アナウンス室放送総局アナウンス室統括責任者男性女性統括責任者男性女性統括責任者 男性,性男性女性統括責任者、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 男性女性ラジオセンターで番組制作など専門に行うアナウンサーは NHK アナウンスルームのプロフィールページに2009年度までは掲載されていたが2010年度に削除された。以下はこれに該当する人物。なお、制作担当者でも 番組を担当する場合はある。D は、ディレクター CP は、チーフプロデューサーは、現役アナ。現在フリーとして活動中の人物に限定。チーフアナウンサーの後50歳前後で一部のアナが、エグゼクティブアナウンサーに昇格する。主に全国で、人気番組、ニュースを担当しているアナが多い。かつては、チーフアナウンサー、チーフアナウンサーであり、 1990年頃、エグゼクティブアナウンサーの名称となった。主な EA の一覧。対象者が多数のため、右端の表示をクリックしてください。対象者が多数のため、右端の表示をクリックしてください。ありがとうございます。